マイプロジェクト TV の伊藤健です。リステリンだったんです。リステリンといえばね、涙が出るくらいこうめちゃくちゃ刺激的なことで有名ですが、リステリンクールミント、リステリントータルケア、リステリンオリジナル、リステリンリフレッシュミント、リステリンホワイトニング、リステリン虫歯ケア、リステリンクールミントゼロ、リステリントータルケアゼロ、ここいらでね最強のリステリンを決めようじゃないかと。出会えるぞ。この辛さが効いてる感っていうのもあるんだけどね。口臭予防って言うけどさ、そもそもこのリステリンの匂いがもうめちゃくちゃ臭いじゃんね。リステリンクールミント、辛っ辛っ、こんな辛かったっけ。このペッて出した後のね、出した後も口の中痛いのって、どうしたらいいの、これ飲んじゃっていいのかな。リステリンオリジナル、ああ違うね、全然味が違う。こっちはねミントつってるだけあってね、まだ甘いのよ、甘いで、このオリジナルってめちゃくちゃ辛い。なんじゃこれ。リステリントータルケア。やっぱねこれまだ甘いよこれ。こいつなんだよこれ。こいつすげえやばい。リステリンホワイトニー。これきついね。これどっちかっつうとやっぱりその一番ダメな、ダメなっていうこのオリジナルに似てるね。似てて酸っぱい、めちゃくちゃ酸っぱい。これリステリンリフレッシュミント、色があ、どうもごめん、いけるかと思ったんだけど、これ後からね、後から辛さが来るパターンだこれ。リステリントータルケアゼロ、低刺激タイプ、低刺激タイプだって。これ全然オッケー、全然辛くないこれ。リステリンクールミントゼロ、これも低刺激タイプだからいけんじゃないこれ。全然パンチが弱いね、パンチが弱いね。刺激が足りない、もう刺激が欲しくて欲しくて。リステリン虫歯ケア、これもノンアルコールタイプ、これも多分そのパンチが弱い系だな。もう弱すぎる味が。これリステリンを名乗っていいのかっていうくらい弱すぎる。一番きつかったのはこいつオリジナルか、このホワイトニング、この2つやばいよこれ。お店に並んでんのって結構いつも同じような種類を見かけるんですけど、結構リステリンってその商品ラインナップがあるんだな。コロンビア大学のアイエンガー教授が行ったジャムの法則ってやつでは、ある時は24種類のジャムをお店に並べてみたり、またある時は6種類のジャムに限ってお店に並べてみたり、そういう選択肢の数の違いでこう売り上げをね比較したところ、6種類だけ並べた時の売り上げは24種類を並べた時の売り上げのもう10倍くらいだったと。まあ、一見ね選択肢が多い方がこう商品売れそうですけど、この実験では商品の選択肢が少ない方がめちゃくちゃ売れるという結果になったわけだ。なおアイエンガー教授はこの場合適切な数は5種類から9種類としています。リステリン、さては人間っていうのは自分の頭で考えて自分の意思で選択したいわけよ。リステリンのトータルケアにしようかな、それともホワイトニングのやつにしようかなみたいなね。それが20種類以上あってみる、こう考える気力すら湧かないわ。たくさん売りたい売り手側も、商品の購入に満足したい買い手側も、ジャムの法則を参考にしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日のおさらいです。ジャムの法則によると品揃えの数を5種類から9種類にするとめちゃくちゃ売れる。リステリンがきつい人はノンアルコールタイプから始めてみよう。まあ、リステリンとは違いますが、同じその商品でね、こうカラーバリエーションがいくつかあるパターンあるじゃないですか。あれもね
せこい、いや、できるテクニックなんですよね。サラサラ買う気がない人にも、こう、色の種類を提示することで、私だったら赤がいいかな、とか。僕は買わないけど、僕だったら黒かな。買う気が最初からないんだったら、興味も示さないはずなのに、カラーバリエーションの選択肢を与えることで、多少の興味をね、与えてるわけよ。そういう選択肢を使って、お客さんを取り込んじゃってるわけ。グリ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 、チャンネル登録よろしくお願いします。